大揺れのジャニーズにあってセクシーゾーンの仕事が絶好調だ。中島健人30は10月20日に主演映画お前の罪を自白しろが公開。10月14日には菊池風磨28にとって初のグランプリ対主演の連続ドラマ税調チルダ納税課題3収納係日本テレビ系がスタート。菊池は4クール連続で連ドラに出演し、主演も3期連続という売れっ子ぶりである。中島さんは10月17日発売の週刊女性主婦と生活者と女性自身公文社で表紙を飾り、19日発売の女性セブン小学館では関東グラビアに登場。それは切り取り線がある特別な印刷が施された付録のペーパー付きのものでしたね。つまり中島さんは同州の三大女性週刊誌をジャックしたわけです。現在旧ジャニーズ事務所は大きな転換期を迎えていますが、それにも関連してセクゾは今会社からとても押されていると言いますね。芸能プロ関係者、ジャニーズ事務所は創業者のジャニー喜多川氏享年87の問題を受けて事務所名を S ミルイーアップに変更。所属タレントで希望する者は新設されるエージェント会社社名未定に移籍する。なおセクシーゾーンは2019年時点で海外の仕事に差し支えるという理由で改名を検討していたが、今回の騒動で改名を決意。菊池は変わるとしたら今なんじゃないかと、中略満場一致で変更という運びになったと、10月17日深夜放送のラジオセクシーゾーンの QR ゾーン文化放送で明かしている。だがなぜセクシーゾーンが新体制の事務所に押されることになったのか、その理由はまず藤島ジュリー景子前社長が退任したことです。旧ジャニーズ事務所はジュリー派やかつては元スマップのチーフマネジャー愛氏による、愛氏派滝沢秀明元副社長41のタッキー派と派閥が存在することが以前から言われてきましたよね。そしてジュリー派としてあまりに有名で、ジュリー氏が後見人として事務所総出でプッシュしていたのがなにわ男子でしたよね。前導ジュリー氏の退場で各グループはフラットに、なにわ男子はジュリー前社長が目指していた王道ど真ん中のアイドルグループで、所属レーベルもジュリー氏が会長を務めていた J ストーム2024年1月1日にストームレーベルズに改名予定だ。近年は創業家のジュリー氏の力が絶対的で、彼女が推してくれるかどうかで売れるか売れないかが決まる状況にありました。しかしジュリー氏の退場でそれが解消されたことで全グループの扱いがフラットになったんです。そんな中でセクゾは事務所関係者の間でも頑張っているし売れてほしいと応援ムードだと言います。前室の芸能プロ関係者、セクゾは佐藤勝利26がシティポップバンドオーソムシティクラブ通称 ACC のボーカル PORIN32 と今年1月にフライデー講談社で熱愛が報じられたこともあったが、それ以外に目立つスキャンダルはない。大きく揺れる事務所のことを思いつつ、4人が一丸となってグループ活動にも真摯に打ち込んでいることから評判が良いというのだ。中島は役者業だけでなくバラエティ番組に出るたびにセクシーサンキューなどのフレーズを決め顔で披露したりと常に全力。菊池は芸能人が本気で考えたドッキリグランプリフジテレビ系でひどい目にあって許せないを叫ぶ姿を筆頭にバラエティの才能が開花。その影響もあるのかドラマの仕事も爆発的に増え、今や演技力はジャニーズでもトップという評価もあるほどだ。ポジションが近い平成ジャンプやキスマイフット2はメンバーの個性が強くて事務所の意向には従わず好き勝手にやるところがあると言いますね。もちろんプロとしてしっかり仕事をしているとは思われますが、しかしセクゾは個々の頑張りに加えメンバーが団結してよりグループとして成長しようと努力していると、そういう点が評価されているそうです。これはマリウス陽さん23の卒業も良い影響を与えたのではないでしょうか。前導マリウスの脱退で第2章の意識が高まったセクゾは5人組でスタートしたが、マリウスが2022年末で卒業し芸能界からも引退した。マリウスの引退は非常に円満だった。6月7日にリリースされた4人体制のアルバムチャプター E のタイトルにはデビューからの12年間が一章だとすると、
1章は5人の歩み、佐藤、2章も旅の続きっていう感覚かな。中役、マリウスも含めて一緒に旅をしていくということは変わらないから、松島聡、25、という意味が込められていると、6月8日発売の女性セブンでコメントしている。マリウスさんが辞めたことで、改めて、グループは非常に特別なもので、だからこそ大切にしていかなければいけない。残った4人で前を向いて頑張ろうと、強く意識するようになったのではないでしょうか。そして、そんな真摯な彼らの姿を見て、事務所も応援したくなっているということですね。前室の芸能プロ関係者。そんな背景も影響しているのだろう。菊池と中島が売れている一方で、松島が TOKIO の人気番組、ザ・鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系の新プロジェクト、大都会の真ん中に100年続く森を作れるか、の新戦力として、トラビッシュジャパンの松田元太、24、と選ばれたりと、目に見えて仕事が増えつつあるのだ。ちなみに、マリウスは芸能界を引退しているが、9月29日から10月31日まで実施される SNS で気軽に取り組める寄付キャンペーン、ごちそうさまチャレンジのアンバサダーに参加。これも、セクゾの4人に刺激を与えていることだろう。派閥などではなく、純粋に事務所スタッフが、セクゾを応援したい、という雰囲気になっているそうです。今後、新設されるエージェント契約の会社がどうなるかはまだわかりませんが、セクゾが新時代の主役グループへと、羽ばたいていくのかもしれませんよ。前道。セクゾはデビューまでの期間が短かった代わりに、デビューしてからの10年間が下積みのようだったと、デビュー後に苦労したことを10月20日深夜放送のニュースの全力、メイキング、TBS 系で中島は明かしていた。下積みで培ってきた努力が、ようやく報われるようだ。画像、ケンティーによった、セクゾ中島健と、指先まで綺麗なイケメンキレキレダンス。中島一強のようなパワーバランスの悪さも、菊池を筆頭に徐々に埋まりつつある。